先週の月曜日にこちらの動画を投稿させてもらってから1週間が経ちました。コメント欄にね、目標とかも書いてくださった方たくさんいらっしゃったんですが、皆さんこの1週間いかがだったでしょうか。まあうまくいかなかったっていう方もいればね、うまくいったという方ももちろんいらっしゃると思うんですが、今回は勉強における断捨離について考えていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、愛知です。あれから1週間です。もうあっという間ですよね。早い早い、時間が経過するのが。で、皆さんが立てた目標が、どれぐらいねこなせたかっていうのはぜひ確認してください。もしですよ、自分が立てた目標をあれ何だったっけって思ってる方は、前もね言ってるんでしつこく聞こえるかもしれないですが、目標をもうちょっと大事にしましょう。立てたのに覚えてなかったら意味がないです。必ず立てた目標っていうのは自分の勉強机とか、目に見えるところね、よくあのスマホの待ち受けにしてる方とかもいますけど、意識しないとね目標っていうのは意味がなくなってしまうので、それも大事にしていきましょう。で、こなせなかった方、例えば 100% ここまでやるって決めたのに 70% しか終わんなかった、 50% しか終わんなかったっていう方は、またね同じ目標を量を掲げて絶対今度はやってやるぞっていうのも大事なんですけど、どちらかというと量を減らして設定してください。次の2週目、今週こそは絶対に 100% 達成です。絶対やるんだって、自分がスケジュールも確認してね、この1週間、来週の月曜までにここまで絶対に終わすぞっていうのをもう一回考え直しましょう。で、ここからね、今回のメインテーマの断捨離について話していくわけなんですが、おそらく聞いたことある方多いと思います。立つ、捨てる、離れるですね。意味はちょっとここに載せておきますけど、これが断捨離です。で、勉強における断捨離ってあんまり聞いたことがないと思うんですけど、これ主に2つのやり方があって、特に最初に話した勉強計画がうまくいってなかったりとか、日々ね、例えば特に受験生に多いですけど、受験勉強をしてるのに自分ができるようになってる気がしない、レベルアップしてる気がしないっていう方には結構大事なポイントになるので、ちょっとねポイントを押さえてもらえたらと思います。まず一つ目の断捨離はですね、こっちはすごく簡単な方の断捨離なので、該当される方は必ずねやってほしいとこなんですが、皆さん何で勉強されてます？おそらく塾行ってる方は塾のワークとか、本屋さんで買ったワーク、問題集、学校のワークもあるかもしれない、自分の動画も入ってるかもしれないし、通信教育の教材が入ってるかもしれません。で、結構その志望校までの偏差値が差がある、結構やらないとまずいなって焦ってる方とか、焦ってる親御さんとかにも多いんですけど、いろんなもん買いたがりますよね。で、いろんな問題集があって、あれもこれもやんなきゃみたいな状態になってる方は、まずやること、問題集も含めてね、全部含めてやることの断捨離をします。で、具体的に何するかっていうと、もうシンプルです。例えば数学の問題集、数学の受験勉強で使えるワークを出してきてください。多い方だとね、本当4冊5冊ある方いると思うんで、捨てます。捨てるのがねちょっと忍びなかったら、この一冊をやるんだって決めてください。よくね、問題集ってどれがおすすめですかって聞かれることがあるんですが、自分あんま言わないんですよ。自分が好きな問題集はあるんですけど、言わないようにしていて、なぜかっていうと、塾が提供している問題集、学校のワークもそうですね、あとは書店で売ってる本もそうなんですけど、この中でもうこの参考書使えねえぞって、クソだこの参考書はっていうものを探す方が難しいです。つまり全部ね、そこそこちゃんと使えるものなの。そんなねクソみたいな教材のが少ないんだって。で、その中でも、いやもうこの参考書は神がかってるみたいな、もうそんなない。なぜなら A 君 B 君 C さん、その人によって合う参考書が違うから。だから自分がいつも言うのは、もしね新しい参考書を買いたいと思ってる方は、自分で本屋さんに行くんです。ネットで買うより、評価とかを聞くよりも自分で行く、自分で中を見る、これで勉強したいって自分のモチベーションが上がるものが一番神がかってんの、あなたにとって。だから自分にとってベストな参考書を見つけたい、もしねこれから探したいんだったら、本屋さんで中見てください。あの参考書ってさ、紐とかかかってないでしょ、中見れるから。全部これで頑張るんだって、それを繰り返して学習するんだって思うものを探して、その一冊をとにかく繰り返してやってください。そして2つ目の断捨離です。こっちは難しいですけど、やる必要があると思ってるもん、何かっていうと、特に受験生です。ここに関しては受験教科の断捨離です。すごい極端な言い方しますよ、分かりやすいと思うんで。5教科ありますよね、国数、英、理、社、5科目あったとしたらどれか捨てましょう。
捨てるんです。勉強しちゃダメですってぐらいな気持ち。今言い過ぎてる、分かってるんだけど、でも気持ちとしてはこんな気持ち。5教科の科目から2科目何か削ってください。でこの話をするとですね、受験生のみんなもそうですし、あの親御さんの中でも今不快な気持ち、え何言ってんのこの人って思う方いらっしゃると思うんですね。自分が実際に自動塾講師やってる時に面談とかでこの話をやっぱするわけですよ。で最初に冒頭にこの話をします。で、あ、今回ぜひ最後まで聞いてくださいね。これ最後まで聞かないと意味がわからなくなっちゃうん で最後まで話して納得していただく話なんですけど、まず顔色曇って構いません。受験生のみんなも、え、やだそんなの怖いって思って構わない。その気持ち大事だから。でも何が言いたいかっていうと、5科目ありますよね。で特に、まあ、最初に話した、偏差値がまだ足らない人っていうと焦ってますよね。だから全体的に上げなきゃって言って、いろいろ勉強してるはずです。まあ、いろいろ勉強してる中でも、例えば社会を重点的にやってるとか、これをやってるって方もいると思うんですけど、その重点度合いが足らないんです。まず、まあ、本当は3勝2敗の法則なので、5科目の中で3勝、つまり3つの科目が得点を引っ張れる上に、どんどんぐいぐい伸ばしていける科目を作るのが大事なんですけど、まずその前段階としては1科目でも構わないです。今みんなが勉強しますよね。例えば今日この動画と出会った今日でも構わないです。今日1日1科目しか勉強しちゃダメですって決めてください。もしやれる方はやって、もうこの1科目今日何時間できるか知らないけどやるじゃないですか。でとにかくその1科目今日勉強して終わった時、つまり今寝る前ね、復習とかも含めて寝る前にすごい自分ができるようになったなって実感できるかどうか、それがすごく大事です。それが実感できるような勉強スケジュールを立てるようにやってください。なんでこんなことを言ってるかっていうと、今8月ですよね、まあ、今年はコロナの関係で夏休みも短いんで、8月この段階でも受験生かなり不安になってると思います。でも9月10月11月ってなったら今の日じゃないですからね。不安、そうなるともっともっと自信がなくなります。勉強をしててもできるようになってる気がしない、受かる気がしない、私なんてどうせ落ちるんだって、その負の感情にどん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 侵食されちゃう。でそれがある一定量を超えた時に心が折れます。で一回心が折れてしまうとなかなか戻せない。だからそうなってほしくないのね。で何がしてほしいかっていうと、まず一つの科目で自分が勉強することでレベルが上がってるんだって、その実感が持てる、そんな勉強をしてほしいんです。勉強において一番自信が持てる瞬間っていうのはおそらく得点が出た時です。結果が出た時でも、今模試とかないでしょあんまりこの期間だから、自分がやって勉強してレベルアップしてるっていう自分の中の実感で勝負しなきゃいけない。でもそれがあるってすごく大事なの。だからみんなが何の科目を選ぶか、それはいいんです。みんなに合わせ、みんなが好きに選んだらいい。でもその1科目で勉強することで自信が持てる、それを他の科目にも転換していくの。この科目で勉強してできるようになるっていう実感ができるなら、他の科目でもなれるから、まず大事なのは自分が前に進めてる実感を持ってください。そのために断捨離っていう言葉を今回使ったんですけど、科目を捨てるんです、絞るんです。ね、捨てるって言ったからさ、もう2科目選んだらそれ一生勉強しちゃいけないのかな、そんなこと言ってるわけじゃないんだ。自信が持ててないんだったらまず1科目で自信持てるようにしよう。夏休みまだあるから、いやなかったらごめん、終わってる方はごめんなんだけど、まだある。でもこの期間でその実感というか、前に進めてるっていうその勉強スケジュールを立てられなかったら、なんか学校始まったら無理だよ、無理だって、この期間できなかったら。だからちょっとね、嫌な言い方してるかもしれないんだけど、ぜひね、みんなが夏休み終わった後にちゃんと走れるように、受験マラソンだからちゃんといいペースで走れるように、今がすげえ大事だから。だからひとまずね、この動画と出会ってしまったんであれば、まずちょっと断捨離考えてみよう。ワークの断捨離と科目の断捨離です。これは自分が前に進めていくために捨てていくの。いいかい、自分が走れるためにいっぱい荷物背負ってるから、ちょっと捨ててごらん、走りやすくなるから。いいかな、まずこの夏休みと、しつこく同じことばっか言ってるけど、この夏休みをね、有意義にするために、そして夏休みが終わった後にみんながいいペースで走れるために、ぜひね、ちょっと断捨離っていうところを考えてもらえたらと思います。